シリーズ増やして収集がつかなくなったが、さらに増やすゆっくり解説ハッチもあるよ。ということで今回はホルムの戦いを見ていくよ。まずホルムってどこだよって話になるので、戦闘が起きた経緯について見ていこう。皆様ご存知、ドイツ軍はモスクワ攻略に失敗し、42年初頭時点で薄い戦線をかろうじて維持していた。その薄い戦線を突破するためにソ連軍は反撃を実施。元から戦力を消耗していたため、ドイツ軍は戦線を維持することには成功したが、戦線の後退を強いられ、戦線の突出部や包囲を形成することとなった。この攻勢の余波としてホルムも包囲されたのである。大まかな流れが分かったところで詳細を見ていこう。ドイツ軍がホルムを確保したのは41年8月初頭。スタラや、ルーサとトロペツをつなぐ幹線道路の中継点、さらには東西にも道路が伸びてるため、周辺に駐在するドイツ軍兵の補給ハブとして機能していた。そのため独ソ双方にとって戦略上それなりに重要な都市であった。パルチザンが周辺に点在していることもあり、治安維持のため第281保安師団が常に駐在していた。名前の通り本師団は治安に特化した師団であり、そのため前線で戦闘できるように編成されていなかった。これが後にドイツ軍が苦戦することにつながる。ソ連軍によるホルム攻撃が計画されたのは42年1月16日。ホルムに駐在しているドイツ軍を実際よりもはるかに少なく誤認していたため、すぐに占領できると当初は考えていた。総攻撃の前日である17日に第33狙撃兵師団がホルムに東から通じる道路を遮断。その後18日早朝より第2レニングラードパルチザン旅団が3方向より市街を攻撃。1000人ほどのパルチザンが攻撃に参加し、ドイツ側が正規師団でないこともあり苦戦。西側のドイツ軍は市街地まで押し込まれ、教会などに立てこもり抵抗。東側では第33狙撃兵師団が攻撃をしていたが弾薬不足のため夕方までに撤退。これにより赤軍の市街への突入やパルチザンとの合流に失敗。その後も廃山兵や市内に突入したパルチザンが散発的に戦闘を続けていたが、大規模な攻撃は完全に退けられた。この戦闘の結果、ソ連側は52名の損害と引き換えに70両の車両及び2台の通信機を破壊、さらに99挺の機関銃及び500人のドイツ兵を殺害したと主張。しかもなんとこの戦果はわずか400人のパルチザンによって達成されたという。事実ならばドイツ軍は壊滅しているので、もちろん誇張ではあるが、通信機器は確実に破壊された上、無視できないほどの損害を被ったのは事実である。19日夜には、師団長であるテオドール・シェイラーがホルムに到着し指揮を引き継いだ。そのためこれ以降ホルムの部隊はシェイラー戦闘団と呼ばれることとなる。前日の攻撃もあり師団兵の補給は不可避であったが、補給らしい補給を受けられず、20日には赤軍が南より迂回、21日には南側より大規模な攻勢が行われ市街西側を喪失。市街西側に司令部と物資集積所があったため、ドイツ軍はより厳しい状況に置かれることとなった。22日にはホルムは完全に包囲された。23日には赤軍第146戦車大隊が到着、東側より T60、11両を主軸に攻撃が実行された。対戦車兵器をほぼ持たない歩兵にとって軽戦車といえども強敵。バリケードを活用しわずか6個の対戦車地雷と歩兵の肉薄によって撃退した。しかし2日後に補給庫に火災が発生。そのため貯蔵した食料の半数が消失し、ますます物資が不足した。ただドイツ側もこの状況を放置していたわけではなく、本来ホルムに配置されるはずだった第218歩兵師団を主力とした戦闘団を編成。ウッカーマン少将が指揮する戦闘団は26日に赤軍の戦線を突破。赤軍の反撃により再び包囲網が形成されたが、約200名の兵士を増援として送り込むことに成功した。この増援のおかげもあり、シェイラー戦闘団は市街地北西部と飛行場を奪還することに成功。その後31日にもウッカーマン戦闘団が回避しようとしたが、この動きは事前に察知され、赤軍により阻止されている。ここまでドイツ軍の動きを見てきたが、一方で赤軍はどうだったのだろうか。赤軍はホルムを包囲後、28日までに大小27回の攻撃を実施。これらの攻撃による犠牲は大きく、飛行場をめぐる戦いにおいて第162狙撃兵連隊の兵員がわずか312名にまで減少しており、対戦初期の赤軍の狙撃兵連隊の定員が3200人であると考えると兵力の9割を失っていることとなる。もちろん定員割れしている可能性が高いが、それでも大きな損害を被ったのは間違いない。
さらに31日の救援阻止後、ホルム自体を10日にわたって攻撃を続けたため、第33狙撃兵師団の各連隊の人員が200名から300名までに低下。その犠牲をもってしてもドイツ軍に与えた損害は1000名程度と攻撃は失敗した。これらの攻撃が失敗した原因としては兵力不足が考えられ、これは赤軍がホルムよりも東にあるデニャンスクで包囲したドイツ軍に注力したためである。ドイツはドイツで補給が受けられず苦戦しているが、ソ連もソ連で兵力不足で攻勢に出ることができない。果たしてホルムはどうなるのか、次回、ドイツ軍自軍を爆撃する。ということで中編に続きます。ご視聴、ありがとうございました。